を抜いて、はい、左で足を大腰筋で引き上げ、はい、下ろして喉は、この時、はい、上げるじゃないですか、はい、ガマクは入れますか。ガマクは、意識上は入れないです。結果的に入れてるかもしれない。どこに入るんですか。右です。その時右に体重乗っていついてしまうんですか。右足の真上に体重を乗せたらいつくので、はい、左足に体重を乗せるようにして、あくまで足を上げた時も右と左の間に体重を置いてください。そしたら右にあるけど実際の中心はここにある。そうです。問題ない、はい、こっちにある。そしてあっちから見ても右と左の中心にある。ここにね、ここに体重がかかってるわけだ。ここに体重がかかってるわけだ。この中間に体重がかかってるんです。これがダメです。はい、これはダメです。これは棒立ちです、はい、で、手を上げる際も広背筋で肘を落として手を離れる。広背筋締めたまま肘を、はい、広背筋締めたままこれを手の角度つけてればこうなる。そしたらこの最初の段階からもう広背筋が入って、はい、入ってます。相手の喉を取ります、はい、喉を取ったら取った手も腕力で引くんではなくて広背筋で引き落とします。相手の頭をこの時落ちるのはここなんです、はい、こっちにこう、そう、はい、取った相手の頭がこっちにある、はい、で引きつけるともに自分は相手の後ろに回り込みます。相手の頭は今後ろにあります、はい、セット落として髪突き、はい、相手の頭を振り回して今肩ですからゆっくり1、2ってやってますが実際に一緒です。引いて打つ、持ってきて、はい、上げてアッパー、はい、裏剣、膝蹴り、膝蹴り、投げる。膝蹴りの時はこうしない、軸足に体重を乗っけない。かといって軸足じゃないところに体重をかけても上がるわけがない。足が上げない足と上げる足、その中間に重心を置きます。だからこそ相手を振り回せる。ここからも怖い手をかけて、えい、相手を飛ばす。引いて、引くときも広背筋で引いて、また喉は、はい、肘、内を出すときも、引き手は広背筋、はい、出す手も広背筋。中間に重心を持ったまま持ってみてください。この広背筋で入れる。そして引いて引いて持つじゃないですか、はい、相手を落としながらそうついてるわけです。自分の右手で相手を引く。カウンターを自分一人で作り出すんです、はい、相手を自分のこれで引くことによってカウンターで勝ち上げる。じゃあこの引き手もやっぱりこっちに。そうです、真下です。するとこれでこっちに。そうそうそう、
大腰筋かけたんです。波外傷の時の大腰筋がかかってればいいです。そう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 、それそうです。わかりました。今、両足が浮いたんだ。一瞬乗ればいい。そう、一瞬乗ればいい。今ちょっと怖いけど、かゆいわかったから。そう。こっち、そう、下層重心作って、後背筋、大腰筋で、相手乗ればいい。浮けばいい、膝抜く、一瞬。一瞬、両足の膝を抜く。大げさに抜きます。こう伸びる。これだけでいい。自然に、ギリギリってす、内反射中やってれば受けますよね。そうそうそう、それ。そうそうそう、それの、それ。それを強靭にやる。はい。一瞬浮いて落として、そう。また浮いてつく。そう。というよりも、本当のことで言えば、浮き続けてるんです。これで見た。わかります。一瞬怖かったの。これ、すべて浮き続けてるんです。そう。これは難しいです。これは、すべてを相手に。これで浮いて投げてる。そうです。浮いて、これも本当は乗ってるだけなんですよ。自分のすべてが相手に乗りつきに突きを感じて、これと同じことやってます。そう。この後さらに抑える。引いて、はい、そう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 、内反射前に歩いてる、はい、本当はこれをこれやって上体もこうじゃないんですよ、入るんですよ、ここになってツイッターと入るんですよ、はい、で引くんですよ、これがそうそうそう、自然に歩く動作と全く一緒。それを横に平面に押しつぶしているから全然違う動きをしているので、自然な動きで究極に不自然な動きまでここまでできるよと、それがないマッチ。やってることは一緒。一緒。体の根本の身体操作と一緒。現象として変に見えてる。そう。じゃあこの鍵付きも肘で押さえてる。押さえてる。相手が逃げるのを防ぐために捕まえたのを歩いてると、でさっき言った落とした、でこれはこうですか、ここで裏剣、盆の首、髪で膝蹴り曲げてこのままセットして投げます。喉輪を入れます。でひねりながら肘打ち持って、でそうそうそう、で落として、で、左引いて、カウンターで左手を引きながら、そう、自分でカウンターをするんです、はい、で、首を掴んで、髪があれば髪でもいいです、はいはいはい、で、肘を相手の体に向けて、そう、押し付けながら持ってきて、肘打ち、肘打ち、裏剣形で、相手の髪をこうひねって、そう、で、顎をこっちにかけて、そう、ここで肘で、持ってきて、そう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 、そして今度はこう投げるんです。そう。